多富町は、かつて、山梨県にあった町。2006年2月20日、隣接する多摩穂町、豊富村と新設合併して、市政志向市、中央市となった。甲府盆地南部にあたる県中央部、群南東部に位置。笛吹川、釜梨川の二大河川や、宇都保川、常、栄川など、支流の小河川が南流する平坦地で、両河川は、 町域南部の今福神殿において合流して、富士川となる。町域は、頻繁に、水害被害に見舞われた笛吹き、釜無し両側の反乱源にあたり、定住が困難な地域であったと推定されているため、戦死時代の高校遺跡の分布は少ない。旧石器時代の遺跡は、地質学的条件から存在した可能性が低く、縄文時代の遺跡も、 微光地上に存在した可能性が想定される程度である。弥生時代には、超域最古の考古史料である高月が表面採集されており、古墳時代には土器片や墳墓群が確認されており、古代まで継続的に集落が営まれた。古代には、安楽樹飲料の小伊川草や東北院領の伏せ草など石棺家寮が成立しているほか、市川草やな、 古城の一部にも当たると考えられている。伏せには、鎌倉時代から戦国時代にかけての集落遺跡である昭和川遺跡が所在し、伏せ層の正和であることを示した名文を有する鎌倉後期の五輪島や戦国期の寺院遺構が検出されている。戦国期の工事年間以降には昭和には鎌梨川の本流が流れており、 このため頻繁に水害に見舞われたと考えられている。戦国時代から、近世諸島には、現在の海の支流を地域に、震源包みが蓄堤され、釜無川支流の五直市川流域の治水が施され、これにより、釜無川の流路は固定された。その後も、近世を通じて水害は続き、しばしば人村が壊滅するほどの被害を受けた。近世には、 駒郡中郡筋に属し、伏せ、山の上、薄谷原、東花輪、西花輪、大田は、真米、藤巻、今福、今福神殿の重火村が成立する。町域には、西花輪村に、内藤正門が経営した、私塾、自学館をはじめ、東、花輪村において、高下2年から1873年まで、藤巻村において、文政7年から源治2年まで、 開かれた寺子屋、養老館が存在した。山の上村、今福村にも寺子屋が開かれている。法歴元年には内藤聖門が甲府近番松平沙大義の海の国史返纂に尽力した。天保7年に海一国規模の百姓一揆となった天保騒動においては不正東花は西花はなどの村々において打ち壊し被害を受けている。 近代にも水害が多く、戦後の昭和30年代に釜梨川、笛吹川の堤防補強、河川改修が行われると緩和された。また、地方病の有病地で、長域に存在した、薄い沼は原因となる宮入り害の生息地であったため、戦後の1977年に埋め立てられた。また、 太平洋戦争の戦局が悪化した1943年には工場疎開で立川飛行機が長域に移転している。戦後には河川改修に伴い稲作からキュウリトマトなどを栽培する近郊農業へ転換する。また、1977年に山の神に山梨県流通センターや流通会館を含む流通団地が設置され、 広域流通の拠点となり、甲府市街の拡大に伴い、一帯のベッドタウン化も進む。また、昭和町域の釜梨工業団地も隣接し、精密機械工業の工場も進出している。東花輪駅、山梨県の地名、P665、山梨県の地名、P665、山梨県の地名、P665、山梨県の地名、 P665 山梨県の地名 P665 山梨県の地名 P665 山梨県の地名 P665 たとみ調査を課ありがとうございます